作句のヒント。呼びかけの句。1、詠嘆。読み手の心に響く印象的な句へ俳句を遂行するとき、その句を呼びかけの形にするのも一つのアイディアです。今回は詠嘆の終助詞か、切れ字を用いるのではなく、何々ではないかと読み手に、自分に、あるいは季語に何か疑問をぶつけるように、問いかけるように呼びかけると、深い余韻の残る詠嘆の句になることがあります。一句の中に呼びかけをいくつ使うか、上五、中七、下五、どこで使うか、句を文語体にするか、口語体で読むか、いろいろなアプローチでより良い句を目指しましょう。例句をご紹介します。光る水か、濡れた光か、つばくらか。光る水か、濡れた光か、つばくらか。甲の先。もう少し涼しく話し合えないか。もう少し涼しく話し合えないか。加藤静雄。泉は亡きか、貝原越のよろぼうし。泉は亡きか、貝原越のよろぼうし。加藤秋村。三田五町、よみにもビールありますか。三田五町、よみにもビールありますか。船木幸人。昼顔に電流通い言わせぬか。昼顔に電流通い言わせぬか。三橋鷹女。アジサイはすべて残像ではないか。アジサイはすべて残像ではないか。山口ユーム。酒やめようか、どの本能と遊ぼうか。酒やめようか、どの本能と遊ぼうか。金子とうた。最後までご視聴ありがとうございました。